こんにちは、バーチャルゲームブロガーのラユです。気軽にラユちゃんと呼んでもらいたい。これを見るだけで1週間のゲーム情報が何もわからない、偏った情報だけを取り上げるラユちゃんのゲームニュース第6回。今回は12月4日から14日までのニュースをまとめていくぞ。ショベルナイトの最終アップデートが配信。継続したアップデートを続けていた人気インディーゲームショベルナイトの最終アップデートであるキングオブカードとショーダウンが配信スタートだ。キングオブカードはボスキャラの一人であるキングナイトを主役とした新規のストーリーモード。キングナイトだけのアクションに30以上の新ステージ、ミニゲームとしてカードゲームも収録。ショーダウンの方は登場キャラを使って戦う最大4人の対戦モードとなっている。で、こっちにもストーリーモードが用意されている。この1万円かっこよすぎないか。圧巻の大ボリュームだがアップデートは無料。ショベルナイトは2013年にクラウドファンディングで資金を集めて制作されたタイトルで、この時のストレッチゴールに含まれていたのがボスキャラを主役にした3つのモードと対戦モードを追加するってことだった。なんでこれまでのアップデートは全て無料で行われたってわけね。ショベルナイトはファミコン風の 2D アクションゲーム。ドット、音楽、ゲームバランス、ステージ数、どれも素晴らしい一本だ。インディーゲームだとこの手のファミコン風アクションはもう星の数ほど、書いて捨てるほど出てるんだけど、このショベルナイトは今もって完成度の高さでは群を抜いている一本だ。累計で200万本以上のヒットって言われてるんだけど、はっきり言って200万本は少なすぎる。最低1000万本は売れていいゲームだと俺は思ってるね。こだわりの一本、まだ触れてない方はこの機会にぜひ。任天堂がインディーワールド最新回を公開。任天堂のインディー担当である添島さんとボクさんが注目のインディーゲームを紹介する番組の最新回が公開となった。配信中タイトルを含め22本一挙紹介の大ボリューム。一目見てこれは面白そうだって思うようなタイトルの乱れ打ちになってる。俺が気になったのは、何でもゴルフで解決するゴルフ RPG ゴルフストーリーの続編で、今回は何でもスポーツで解決するスポーツストーリー。バランスの良さで高評価だった戦略シミュレーションの初日本語版である Into the Beach。 カスタムロボを手掛けた健城浩二の最新ロボアクションであるシナプティックドライブあたりかな。で、俺の好きな D3 パブリッシャーによる久々のローカライズタイトルであるグリムライトなんかも気になるね。紹介されたタイトル全部欲しくなるんでね。どれも発売が楽しみ。しかしもうインディーゲームはさ、もう質も量も尋常じゃなくて、注目集めないともう出た瞬間即埋もれるみたいになってっからね、もう小さいとこ大変だよね。夏季クロニクル、12月25日発売決定。エツカトスで知られるシューティングゲームメーカーキュートの最新作夏季クロニクルの発売が決定した。本作は Xbox One 用として2014年に発表されていたのだが、発売延期に次ぐ延期で音沙汰が全くなかった。それが突然の発売日発表でみんなびっくり。フルボイスで進行するストーリーや複数の武器を選択可能なカスタマイズ要素が特徴だ。ストーリーや演出を省いたアーケードモードも搭載とのこと。価格は4980円で Xbox One 専用のまま行くのがなかなかね、やるねーってなって、俺も買ってみるぜ。 The Game Award 2019が開催。毎年恒例となっているこの年で一番優れたゲームを決める一大イベントがアメリカで開催された。今年のノミネート作品は、コントロール、デスストランディング、バイオハザード、レ、2、赤狼、大乱闘、スマッシュブラザーズスペシャル、ザ・アウターワールド。対象は見事、赤狼が受賞したぞ。話題になった完全新作で、まあ、デスストが赤狼かなと思ってたんだけど、赤狼で決定したね。俺は源一郎を倒したあたりで燃え尽きてたんだけど、これは俺もにっこりだよ。で、この他にも部門賞の発表に加えて、新作情報として、ブレイブリーデフォルト2の発表やゴーストオブツシマ、ファイナルファンタジー7リメイクの最新情報なども公開され、盛りだくさんの内容になってた。今週のピックアップは新桜大戦。ペガサターンから始まった人気シリーズの実に14年ぶりとなるナンバリング新作だ。架空の大正時代を舞台にした和風スチームパンクアドベンチャーゲーム。非常に気合の入った内容で1から4まで遊んでいる俺もキャラのモーションや熱い演出の数々に感動したぜ。ただ今回戦闘がシミュレーションからアクションになってて、
ここら辺がちょっといろいろあれだったり、ちょっとシリアスパートで突っ込みどころが多かったりはしたんだけど、まあ今んとこ楽しんでる。俺限定版買ったんだけど、この箱のデカさとぎっしり入った歴代 CD に圧倒されたぜ。俺が好きなキャラは1だとアイリス、2だと織姫、3はロベリアかな。まあ、年内にはクリアを目指したいね。大正桜にロマンの嵐。というわけで今週のゲームニュースまとめは以上だ。情報元は概要欄に書いてあるので、気になる人はそちらをチェック。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたここで会おう。さらばー。